もうそっからかっこいいもんな。もう王子出てる、王子が。いやーできた、ケンティです。中島健人と女性の間でブーム、絵の具を混ぜて塗るだけテクスチャーアートメイキング。あ、これ面白い、ギャラクシーな感じなんです。めちゃくちゃいいじゃん。あーちょ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 、わーちょっと面白くなってきた。喧嘩したことあるの？うちはだって好きで好きでしょ、お互い好きでって言ってグループ組みましょうっていうグループじゃないんで。はいはいはい、最近ってあるじゃないですか、うんうん、だから俺らもそうだ。いや、そうでも気をつけて、いなくなるからね。カズさん俺らもそう思ってたから、だからいなくなったよ。でもそこはなんか円満だったじゃない。別にね、確かにな、なんかあんな円満な、まあ、俺ら円満じゃないみたいになる。円満じゃねえだろ、どう考えるの。でもさ、ワイユースの出方は確かにすごく綺麗だったよね。そうですね、もちろんいろいろあったとは思うけどね。なんか確信つくような発言かもしれないけど、うん、別に残るも善だし、うん、そこを卒業して飛び立つのも善だと思う、うんうん、それって今この社会の中で縛るっていうことが、うん、やっぱり通念的に言うと、うん、あまりこうきっと、うん、いいふうには思われないだろうし、うんうん、誰かの夢を応援できるメンバーでありたい、うん、し誰かの夢を応援できるメンバーであってほしい、うん、っていうのが自分のこうリテラシーとか理念ではあります。たった40分で驚きの仕上がりに。あ、いいね、お色、やっぱり色男だね。おー、来た、オッケー。全力メイキング深夜1時3分、ときめく時を TBS。